新キャラとして、はい、そのモイラっていう子もねクレアと一緒に捕まっちゃってるんですが、どこから引っ張ってきたんですか。あれバイオ3の中、はい、中でエンディングに登場してるらしいんですよね、はい、あなんか名前自体はバイオ1のね、あの何でしたっけ、バリーがなんかメッセージみたいなのを残しましたけど、ね、娘が、はい、あそこでモイラとポリーでしたっけそうですね、確かに名前出てて出てましたね、はい、最初のデザインでデノクライシス2に出てきたあの敵方の女の子に近い感じでしたけどね、まあ、でも革ジャン着た黒ずくめみたいなね、そう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 、で両がついたようなもうすごいハードな感じから始めたら、もうみんなからいやこれは愛せないですって言われて泣く泣く諦めたネタってありますか。あったかな。僕はあの好きだったのがあのレーザー光線が出ている時のナタリア、なんか攻撃をどうにか考えていて、どうしてもナタリアで戦いたいっていう声がですねあって、なんとかそういう銃とかねそういう武器を使わずに戦える手段はないかっていうのでいろいろ模索した時期があったんですよね、うん、あれはあの絵は忘れられない、ね、大きい事件が1個あったんですよ。大きい事件、うちらがですねそんなんありましたっけ。あのシナリオ合宿っていうか、その佐藤大さんと一緒にうちら企画陣とかは集まっても一つの部屋にこもってずっともうシナリオをね、もうありましたね、はい、けんけんがくがくとこうやり合ってるわけですよね結構これでもうエピソード4つまでもうつなげて、もうこれぐらいでいけるんじゃないかっていうぐらいのね状態でやってた時に、ある日こうプロデューサー岡部の方がですね部屋に来てですね、このクリフハンガーはダメだと思いますって言って、この佐藤さんも言い合わせで、うちらの場はその場でも凍りついて、作り手っていうのはすごく全体が見えてる上に、その話の内容もこう詳細に分かるじゃないですか、そこをそのやっぱり知らない人もついていけるだけ の、 その逆に言うと僕はもっとシンプルにしてほしかったんですね。そこはやっぱうちらはもう知っちゃってるがゆえに2歩先ぐらいのクリフハンガーを組んじゃったんですよ。そしたらいやユーザーはまだそこまでついてこれてないよって言って、分かりましたじゃあちょっとやり直しましょうっつって、もう一回クリフハンガーを練り直したりとか、もうそういうね苦労を重ねて今回、まあ僕の中でのリベレーションズってイメージってあるんですけど、まあやっぱそのバイオハザードのシリーズの中で描かれてない、まあ、真実を暴くというかね、そのストーリー的なものもあるんですけど、もう一個の大事なところとしてはそのバイオハザードオマージュというか、はい、過去の原点回帰と言われているバイオハザードを見つめ直して、その中の良かったところを暴くっていう、もう一個の意味を僕はイベーションの、はい、の名前に、はい、込めてるので、そのバイオハザードの中での良かった面白さの部分っていうのをもう一回、はい、皆さんに体験してもらえるように、その原点回帰をかなり目指してますね。